こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんね、今何歳ですか？私は48歳です。で、40歳を過ぎて友人ができるとしたら、まあ友人というかね、なんかね、まあ、強い関係の、まあ、パートナーというかね、なんかすごくね、規制の言葉がないんで表現しにくいんですけども、まあ、そういったね、人ができるとしたらどうでしょうかね。いや、私ね、やっぱりインターネットの世界に入って情報発信をして、で、まあ私もまだまだなんですけども、まあ言わせていただくと、私のペースでね、動画を発信するような人に出会えていないんですよね。唯一出会えるとしたらこれはね、吉谷さんなんですよ。で、吉谷さんの情報発信のスピードに負けないように私もやっていかないとなと思うのと同時に、私はまあね、思ってもないような動画を作る気持ちはないんですよ。まあですんで、自分の心からにじみ出たものをどん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 ね、動画にしていく。今回の動画もその一つなんですけども、やっぱりね、こう誰かの背中を見るっていうんですかね、背中を見る、まあ横に走ってるような感じもするんで、まあ振り向けばやつがいるじゃないですけどね、一人でやってるんだけど一人じゃないよ意識するとしたら、まあ、私はもう間違いなく吉谷さんの名前を挙げるかなと思います。それで、なんかどっちかが死んだらどうこうって話ありますけども、確かにね、仮に申し訳ないんですけど、吉谷さんがお亡くなりになっても、吉谷さんに話しかけるように動画を撮ってるような気がしますよ、私はね。吉谷さんがね、まあ順番で言ったら私の方が先に落ちんでしまうのかもしれませんけども、仮に吉谷さんがね、先にね、バルハラに旅立ったとしたら、そのバルハラ通信っていうね、私も隠居なんで半分お隠れになってるようなもんですけども、まあそういった霊界通信みたいな感じでやっていくのかもしれないですね。こういう時吉谷さんだったらこうやるだろうな、みたいな。あ、そして、まあ、ドリームアカデミアの運営は私が引き継ぎますんで、そこはね。まあ、みたいなことをね、言ってますけども、まあ、そんな くらいの気持ちがありますよ。いや、今回ね、このネットビジネスに出会えて、なんでここまでやれるのかというと、まあ、もちろん一人でもやってると思いますけども、でもね、ちょっとほっと一息つくときに思い出す顔っていうのは、まあ、吉谷さん以外にないかなと思いますね。もちろんね、まあ、中村さんとかね、小野沢さんとかっていう、顔や名前もあるんですよ。あるんですけども、このこと YouTube とか、なんか情報発信の付き合い方としては最も近いんじゃないかなと思いますし、最も近いし、まあ最も目指す形かなと思いますしね。これからも背中を見続けていこうかなというってことでございます。まあ本当にね、一人それぞれいろんなキャラクターがあって、いろんな方にそう支えられて、いろんな方の背中を追いかけているんですけども、毎日意識する人って言ったらね、当然動画が送られたりとか送ったりしてるからそうなんでしょうけども、まあ吉田さんなんだろうなと思いますね。はい、ということで、いっぱい思いを詰め込みましたけども、後半はね、この動画の後半は私も感動した話をもう一回しようかと思うんですよ。前回最高ファイトクラブっていうね、 YouTube の企画、亀田史郎さんのね、企画にちなんでお話ししましたけども、ガチンコファイトクラブの時も私なりにね、20代の頃感動したんですけども、今40代も終わろうとしてる時に、もう一回ね、最高ファイトクラブっていうボクシングのテーマのプロジェクトが見れるとはね、私すごく感動しましたね。吉田さん見ました？あれ、ボクシング界の本当救世主ですよ、亀田家族っていうのは。で、 YouTube を使って企画を成功させて、もしかしたらこのモデルはボクシング限らない、格闘技に限らない、全てのショービジネスに一筋のね、光明を与えたんではないかなと思うんですよ。まさに新しい時代のショービジネス、これはすごいなと思いますね。視聴者数も何十万人もいるわけですよ。これ通常のね、ボクシングの試合だったら何十万人も入らないですし、それから何ですかね、テレビ中継の枠を超えたドキュメントですね。これはね、もう本当にガチっていうやつですね。すごくガチンコで楽しかった。そして今日感動する話はね、日本の映画ではないんですけども、ドニー・イェン主演のイップマンというストーリーがあるんですよね。イップマンという英春拳というね、憲法のドラマなんですよ。そこにね、日本軍との戦争の時代背景が重なってきて、まあ日本軍は完全な悪として書かれてるんですよね。まあでもそれは本当その時代背景で、当時の人から見ればね、そうだったんだろうなと思いますんで、まあ、そこは肉々しく書かれてるところもなかなかね、細かい演出だなと思うところもありますし、歴史観とかね、それから民族間対立もいろいろと学ぶところがあるんですが、今回話したいのはそのドニー・イェン主演のイップマンではなくて、そのイップマンシリーズのね、ラストでまあ、ライバルと戦うんですよ。で、そこで出てきたのがもう一人の英春拳の達人で、この、まあ、マスター・ Z っていうんですけども、イップマンとマスター・ Z が戦って、マスター・ Z はね、やっぱり敗れるんですよ。敗れた後のサイドストーリーがそこから始まるっていうね、
このマスター G っていうストーリーで始まるんですよ。もう一人の英春拳みたいな。で、彼はイップマンと戦って敗北したんだけど、ものすごく尊敬されるんですよね。それはあのイップマンと戦ったんだろうみたいな感じで。で、イップマンとは違う正義感で街のトラブルを解決して、最後はね、巨悪を倒して勝利に導いていくということなんですけども、なんかその道を歩む人っていうのは、ある時はライバル、ある時は張り合ったり戦ったりするんだけども、でもやっぱり同じレベルで勝敗っていうのはもう決まるんですけども、同じレベルで頑張った人、何かを成し得た人っていうのは通じるものがあるんでしょうね、きっとね。例えば単純に言って、私の YouTube のアップロード動画本数が1万本あると。で、他に1万本出してる人って本当見えないんですよ。特にビジネスをやってる人でここまでやってる人っていないんですよね。そう考えたら、1万本という単位で YouTube やビジネスに真摯に向き合って、今手元にあるカードでできるものは何なのかと。今手元にあるカードを集めて、とてつもじゃないけども1本の動画をドーンと出してね、100万再生いかないと、アクセスがドカンと集まるわけじゃない。小さいアクセスどうやって成り立たせていくかってことを考えた時に、まあ、吉谷さんがね、今ずっとやってるわけですよ。私はね、この4年間吉谷さんがやってるところずっと見て、最初はやっぱりね、疑問や批判に私はね、確かになって思うところもあったんですよ。失礼ながらね、別のコミュニティ行ったら、吉谷さんがね、今少ない再生数でなんかビジネスらしきものやってるところを、ある意味ね、こう大丈夫かよみたいなところでこう心配してるっていうかね、ちょっと半分、もしかしたら笑ってる声もあったのかもしれません。でも今こうやって吉谷さんと一緒に走り抜けてきて、今笑ってるのは私たちなんじゃないかなと思うんですよね。で、まだまだ笑える身分ではないんで、これからもね、初心に帰って修行続けて、それこそ1万本を2万本、2万本、10万本、それから10万本をね、100万本にするところまで走り抜いていかないといけないんで、まだまだ始まったばかりだと思うんですけども、でも始まったばかりなんだけども、このスタートラインに立ってる人をね、よく見たら、今吉谷さんしかいないというね。だから2人で独走をこれからもね、続けていけると思ったら、これもまたね、ネオヒルズサイドストーリーになってくるんではないかなと思いながら、全然ネオヒルズでも何でもないんですけども、ドブ板ストーリーですね、我々はね。でも我々にこれね、結構似合ってますね、この生き方ね、これからもやっていきましょう、これで、ということで、私は毎日暇なんで映画をたくさん見て、映画で感動して、感動するから動画が撮りたくなってみたいなことを繰り返して、結局ね、楽しいこととか熱くなることをやると、何か人に伝えたくなりますよね。そしてそれをビジネスにどう使っていくかなっていうのが、まあなんとか結果を出してここにまで至るのかなと思いますね、まあ、吉谷さんの発信する動画もまさにストーリーだしね、吉谷の流儀200話でしょ、で、私はまあ見てないんですけども、サムネイルだけでもう十分ですよ、伝わるものは。で、私もこれからもね、ちょっとこう強く発信するものをもっともっと持っていきたいなと思いますね。そして同時に初心に帰るポイントサイトからコツコツやるみたいなのも忘れないようにしていこうかなというところでございます。まあちょっとね、話す内容あっち行ったりこっち行ったりしましたけども、たった一つ言えるのは、やっぱりね、共に走る人間がいるっていうのがね、どれだけありがたいことかっていうです。動画のやり取り、私もね、何人もの人と同時にやってますけども、吉田さんとやってるものぐらいこれからも続くだろうなというふうなことを前提に考えられる人は他にいないですね。いつ辞めるんだろうと思っちゃいますね。もしくは私の方からもしかしたらね、やっててもしょうがないやっていうふうに思っちゃわないかなと、他の人に対して思っちゃうんですよね、まあ、だからこそもっともっと人の魅力に気づいてね、いかないとなと、自分自身も変化をして進化していかないとなと思うところでございます。それではね、次回はまたメッセージ色強く動画の方を発信させてもらいます。いってらっしゃい。